回勝ったはずから、1、2、3、4、5回分かな。5勝1敗でトントンだから、まあ、結構普通に辛いモードではあると思うんだよね。で、瀬戸さん、おめでとうございますと。瀬戸さん、250円スパチャ、ありがとうございます。おいっす。これちょっともう一回 YouTube 更新しとこう。ちょっとこいつがイシグでいくか。シーグ。パフィ地獄。あれ間違えた、プヨ選んじゃった。やべ。間違えた。プヨを選んでしまった。あれ俺プヨ選んでた今。だって画面見てなかったんだけど。やっべ。やらかした。相手レート高いし普通に。YouTube 更新してたらプヨ選んでたんだけど。やべえ。おい、きついな、普通に。だいぶきついよ。ほら。またしてもやってしまった。ほら。ファンサービスか、これは新しいか。どうしよっかな、やばいな。割とまずい。47,336。レート高すぎだろ。きついな、さすがに。さすがにだいぶきつい。88。よくないね。どうしようかな、上から行って4連で赤ハッカで打つか、とりあえず5連で、まだ刺さらない。これ同時消しで刺さるんじゃない？オッケー、よしよしよし。結構相手置き見せてるからな。ちょっと待ってくれ。カウンター。青がちょっと一個欲しかったな。一回2連打つ。6連で左から右からいくか。ほい、打ちたい。同時消しでどうだ、入んねえのかこれ、マジか。ほい、同時消し。ちょっと高くしといて。これ打つしかないね。三連きついな。ちょっと振っちゃうこれ。相手下ってる、でもワンチャンいける、ワンチャンいける。とりあえず3連打つじゃん。あ、4連だった。4連強い。お、これはいったんじゃないか。3ダブでちょっと短くまとめて刺さるでしょ。おっけ、勝った。危ねえ。よし。危ねえ。なんとかぷよぷよプロゲーマーの意地を見せたわ。相手結構これレッド高かったよね。よかったな、俺の正直な。なんとかしっかりぷよ間違えてぷよを選んでしまったんですが、またしてもしっかりと勝ちをもぎ取っていった。よし。これがぷよぷよプロゲーマーかつテトリスゴッドのね、実力というわけなんですよね。